僕はですね、ぴょこたんっていう名前でこういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。おかげさまでですけど、ぴょこたんのポーカーチャンネル、ぴょこたんの株チャンネル収益化達成しました。ありがとうございます。いやー、ありがたいね。この2つを早々に収益化できたっていうのは僕にとってかなりプラスだよ。一時期無職っつうか収入ゼロに1回落ちるのを覚悟したんだから。ポーカーチャンネルはもう審査すら通っちゃったから、まだね、株チャンネルはもう条件は達成したけど、これから審査が入るから、あと何日かはね、収益化できないんだけど、皆さんがね、再生していただいたおかげで。いやー、でもね、このタイミングでね、分けたっていうのは、後で絶対ね、あいつ言ってたこと正しかったなっていうなる時がね、来るから。ずーっとぴょこたんチャンネルとして、こうごちゃごちゃとしたチャンネルとして残ってるよりも、その中のちゃんとこうコンテンツをしっかり分離して、一つ一つテーマを絞ったところでこう分けていくっていうの、この細分化していくっていうのは絶対に大事なこと。結構もうすでにそういうのを感じる瞬間があってさ、ポーカーチャンネルで、そのポーカーチャンネルのところしかコメントしてない人がいたの。だからきっとポーカーにしか興味ないで、そこに入った人が、ここに来たことがあるんだよね。ここに来るっていうのはどういうことかっつうと、わざわざそのポーカーチャンネルからメインチャンネルに飛んで、そこのライブ配信に来たんだよ。この前。これがやっぱ目的なんだよね。結局ポーカーだったり株だったり、最初は絶対にそこにしか興味がない人が検索して入ってくるわけ。で、この人何なんだろうなって思ってから、ここまで来ることが、このルートが今後の正解ルートなんですよ。今ここに来てる人にしてみれば、なんでこいつさ、わざわざチャンネル分けてそんな意味のないことするんだろうなって思うのは、ここに今いる人の考え方なの。でもこれから先は全然そういう世の中の流れじゃなくて、そういう一つの何か興味あるものを YouTube とかで探して、で、なんだこいつはってなってから、最終的にここに落ち着くのが正規ルートになってきます。だからね、これがまだ分かってないっていうか、もちろんここにいる人たちは絶対分からないわけなんで、それは。それで当然なんだよ。だけどここにいる人たちはもちろん一番ありがたいんだよ。初期面だからね。なんなら初期面なんだから。だけど、やっぱり、ポーカーに特化したチャンネルだったらチャンネル登録するけど、誰かが一人がいて、そいつがたまにポーカーやってるチャンネルだったら、チャンネル登録はしないし、ずっと見ようとは思わないの。株もそう。株ばっかりね、株の決算をずっとやってる人で、で、株主総会行ってね、それをレポートしてる人だからチャンネル登録するし、これからもここのチャンネルの動画を見ようと。で、いろいろ深くしていったら、こいつは他でもチャンネルやってんだなっていう感じなことで、こっちに来る可能性があるっていう、こういう考え方。今後はね、どんどんそう細分化していくのプラス、子供向けの広告が YouTube から出なくなったわけ。子供にターゲッティングした広告が出ない分、大人向けの方に広告費が回ってくるっていうのが、この YouTube 界の大きな流れではあるわけですよ。で、その大人向けの方って言ったら、じゃあ何なんだって言ったら、やっぱポーカーとか株とかっていうのは、かなり熱いんだよ。で、ウームがやってるゴルフっていうのもそれの一つなんだけど、ウームが今地利品で、木下なんとかさんも抜けて結構地利品だけど、やっぱゴルフだとかそういう、まあ、ヒロシがやってるキャンプとかさ、ああいう感じで、一つのワードで、そこに広告がつきやすい。大人向き。これが今後のね、ここ2、3年の YouTube の大きなムーブメントになってますんで。そして僕が一番大事なこと。そこのトップを目指してないの。花からトップなんか目指してないの。そこの大きな流れの底辺で居心地よく過ごしたいんですよ。これがすごい大事なこと。最初からトップを目指そうと思ったら、もう全力ベットしてそこに集中しないといけないけど、僕の場合はそういうちょっと大きなパイの端っこをこうかじりながら、細々と ああ、美味しいな、ここって美味しいよって言いながら、底辺のどんな世界でおいても、大きな括りの底辺は行きやすいんですよ。これがもう肝。だ、漫画界の底辺はめちゃくちゃ行きづらくなってんのね。僕が20年前漫画家になった時は、あんなに行きやすいとこなかったよ、漫画界の底辺なんて。漫画自体はめちゃくちゃ売れてるわけだし、それでパーティーとか行けばね、おこぼれもらえるし、連載もね、雑誌がいっぱいあったからおこぼれで適当な連載でもできたし、素人なのに。だからあの頃は良かったけれども、やっぱりそのメディア自体もどんどん様変わりしてる中で、いかに大きな媒体の底辺を狙っていくか。これが僕の人生のね、生き様だね。別に大金なんていらねえし、おっきな知名度もいらないんだよ。おっきな知名度いったらまたちょっとやらかしたぐらいでさ、クソみたいなアンチがわーわー突撃してきてめんどくさいことになってさ、やりたくもね、謝罪会見しなきゃいけないわけでしょ。そんなバカなことねえからさ、なんで宮迫みたいに別に謝罪なんかしなくていいのにしてんじゃん。あ、しなくていいかどうかはわかんないけどさ、ちょっとしたこう言葉尻を取られてそれが大きななんかなっちゃうでしょ。だったらこんぐらいでね。
大した影響力も、まあでもそれでもね、まあ最低ライン底辺なんていうのも結局 YouTuber 全体社からしたら上位5%じゃないと収益化できないとかあるじゃん。そういうところに5つそこの底辺でやってるっていうのがね、非常にね正解なプレイなんだよね、僕の。今後もねこういう感じで美味しい業界の底辺をずっと生き続けるっていうですね。で、まあ楽しく、基本楽しく生きていくっていうのでね、やっていけばいいのかなと。あとは自分のリソースが限られてるんで、ちゃんとそこは結構決断をして、辞めるときは辞めるっていうふうに、もう僕はズバッと決めるっていうこともあって、辞めたくないなと思ったこともね、結局ギブアップしたりとかしてるんですよ、僕最近。でもそのギブアップすることで自分の心がさ、かなり穏やかになったっていうか、ずっとやっぱ締め切りとか伸ばしながら、漫画描かなきゃとか、このカット描かなきゃなっていうのが、ずっと頭の中に引っかかりながらも、なんか、やっぱりでも、それをやっちゃうと今、僕はこうやって、チャンネルを分離もできなかったし、いろいろこういうものにリソースを割けなかったからっていうことで、もう、本当申し訳ないけど、これはギブアップっていう感じでね、いろいろこうやめてる中で、でもちゃんと動画をね、やって、さらにパワーを割いてね、今まで単チャンネルでやってるよりも、全然4つチャンネルを今運営してるわけですから、僕は。こう見えて、YouTuber として収益化達成してるチャンネル4つを持ってるね、プロ YouTuber なんですから、僕はね。カード屋さんのテム店長のやつは、ゲームラボが終わってすぐに一応テム店長のところで連載させてもらったんだけど、まあ双方の事情により、あそこはとりあえずここまでっていう感じで一旦やめてる。一旦っつうか、まあ再開することはないだろうな、僕はあのタイプで。一応ゲームラボもまだなんかなんだかんだで生き続けてるしさ。なので、まあとりあえずはこの4つで、どんどん細分化するっていうのもそれは違くて、やっぱりさっき言ったように、その大人のホビーみたいなところとかが熱いわけで、でしかもそれでいて自分が一番マッチしてるところじゃなきゃいけない。やりたくない。僕が例えばさ、ブランドものの時計のチャンネルとか作ったって、僕全くやりたくないじゃん、そんなの。 そういうことなの。確かにブランドものの時計だったりゴルフだったり、そういう大人のホビーでニッチな世界だけど、広告単価が高い、そういう世界っていうのはニーズはあります、世の中には。だけど僕一切生きてきて、今まで時計をつけたことないのに、いきなりぴょこたんの大人の時計チャンネルとか言ってさ、やりだしたらおかしいでしょ。そういうことなの。自分が一番興味があって、で世の中のニーズもある程度あってっていうので、そのアナリティクスとかもよく見て、あれなんかポーカーの動画で最近伸びてるなとかさ、これによってチャンネル登録してくれる人が増えてるなとか、そういうのもすぐ分かるわけじゃん。結局はもう YouTuber っていうのは結構マーケティングの思考を持ってる人が多いからさ、そういうなんか全部見れるじゃん、データを。そうすると、ここポーカーと株っていうのは分離してもある程度の見通しがつくなってなんとなく思ってるのね。なんとなく思って作って、ちゃんとこうして正解だったわけだから、これはありがたい。野球チャンネルも実は確かにありといえばありなんだよ。野球の話するとみんな嫌がるじゃん、僕のこの配信で野球のマリーンズの話すると。だから本来は野球チャンネルもありなんだけど、でも僕みたいな素人、何にも素人がやるよりかは、やっぱ今野球選手がいっぱい野球 YouTuber やってるんだから、結構レッドオーシャンになってるの。だから僕みたいなのがこれから太刀打ちできる世界ではないんだよ、野球っていうのは。ちょっとね、切り口を変えてやるっていうのは、まああるかもしれないけど、そこまでしたくないから、まあ分離するほどのあれもないし。なのでね、僕の中では株、ポーカー両方とも、まあその株とかポーカーと YouTuber も、まあ何人かいる中では、他に今のところない対抗馬がいないところを取れてるわけよ。ポーカーだったら僕は実践しながら自分の頭の中のことを全部言いながらオンラインプレイをできるでしょ。あと株主総会も行ってレポートするやつあんまいないのね、現時点ではね。行ってレポートして動画にするやついないから、そこも株チャンネルの中では一つアドバンテージを持てるわけですよ。それをだってさ、今のところもう3年とかずっとやってるわけじゃん。その3年ぐらいの蓄積は今から始めたやつには絶対取れないところじゃん。もう過去からずっと言ってアーカイブ化してんだからさ。っていうので、そこも強い。っていうこの2つはまあ間違いないんですよ。で、最近はね、株のそれに加えて、それだと1年に1回しかさ、企業に対してなんか物申せないじゃん。だから、わざわざ決算資料を開いて、それを読み解いて なんか言うっていうのをね、できるからね。これもまた美味しいんですよね。決算資料を見て何か言うなんて、別にウェブ上のね、画面開いて、それに対してギャーギャー言うだけだから。それだったら年4回できるじゃん。それで年4回プラス株主総会行けば年5回1つの企業でね、甘い汁が吸えるんで、これ最高じゃないですか。年5回、年4回プラスで1個。そういうのも、見通しがここ立つなっていうのは、なんとなく前から分かってはいたんだよ。だけどここでやっぱり自分の今のこのパワー、
あと YouTube 界の流れっていうのを見た時にここしかないなっていうのでこう行くんで、で自分のそういう理解も深まってくるじゃん。そういうのを読み込むことでさ、動画のためにちょっとはその調べようってことにもなったりもするしっていうのでね、そうやっぱりなんだかんだ口だけじゃなくて行動を伴ってるっていうのが非常に大事なこと。なんでもそう口だけ言ってるやつは何にも動いてないやつは意味がないんですよ。結局動くやつが一番強いわけで、僕はちゃんと動いてんじゃん。結構なリスク背負ってんだぜ。だって自分のメインチャンネルの収益を上げとけば収益になるものをゼロの方に何回も何回もここ1ヶ月ほとんどゼロの方に上げてんだからさ、それでちゃんと今プラスのところまでは一応持ってきたから、あとはここから再生数が増えたりだとか、まあそのチャンネルの登録者数が増えればありがたいなぐらいの感じね。あ、このね船剣士チャンネルって人がね、ポーカーから入ってきてくれた人なんだけど今日もいるからね、今日もあなたいるから、あなたみたいな人待ってたんですよ。僕はポーカーに興味持って、ショートデッキの動画あまりないですよねっていうポーカーマニアのねコメント書いちゃってさ、ありがとうございます。こういうことね。なんでね、まあとりあえずは最初のハードルはクリアしたかなと思って、最初のハードルクリアしたんで、あとはやっぱ継続は力なりなんで、本当に自分の体に無理のないように、自分のやりたい時にやりたいチャンネルで何かをやるっていう感じにして、別に毎日更新とか全く求めてないんで僕は。ただまあコンスタントに更新はしたいけど、今日はちょっとポーカーやりたい気分だなと思ったらポーカーやるし、で株でなんか大きな発表あったなとか大損したなって言ったら株をやりますしっていう感じで、自分の中でもなんかこう、ここでこれやろう、ここでこれやろう、ゲーム配信、ゲームやろうからゲーム配信チャンネル上げようとか、なんかね、そのやりやすくなったんだよ自分の気持ち的にも。ゲームやりたくないのにやろうとかじゃなくて、で今日はじゃあその配信してね、こう まさに今日なんだけど、こうやって配信してダラダラやって、この動画を適当に切ってバーッと上げようとかさ、こういういろんな自分のやりたいことをいろんな方向にアーカイブとして蓄積しておけるっていうのは非常にね大事かなと思いますね。いやー、よかったよかった。というわけでね、まあそれもこれもですね、皆さんが今ここでねライブ配信を見ていただいてるおかげでっていうのはありますんで、やっぱ僕のモチベーションは結局はそういうことだから、こうやってまあライブ配信のやり取りっていうのも結構大事だし、これ自体もまあコンテンツの一部ではあるわけですよ。まあこういうスタイルもねちゃんと継続しつつやりたいようにねやっていく方向でよろしくお願いします。引き続きね